どう、京介です。初めてハロウィンメイクをしましたということでね、ハロウィンということでお菓子もらう側だとやっぱなんかちょっとさすがに高校生なんでお菓子もらうのもなんだろうなと、なんだろうなもうあのお菓子をあげようとね、そこでついでに自分のチャンネルの宣伝もしていこうかなということで、今日は、外をね歩いていきたいと、歩いて訪問して、お菓子を配っていきたいと思います。それではやっていこう。うわやっぱ目が黒、指も黒、マジじゃん、もうこれマジだよ。じゃあいハッピーハロウィン。マジか、積極的に。そうそう、ちゃんと挨拶。ハッピーハロウィン。びっくりした、びっくりされる。いや、そっか先輩。ハッピーハロウィン。はい、リスク。めっちゃ見せたね。あ、ハッピーハロウィン。あ、お菓子、いります？どうですか？ハッピーハロウィン。お菓子、いります？いませんか、お菓子。落ちたろ。ねえ。おばあちゃんでさえ見せてる。田舎の人、東京の人めちゃくちゃ冷たいって言うけど、多分東京の人はもうまだ暖かいよ。こんだけ冷たいよ。ハッピーハロウィン。お菓子、いませんか？いる？ハロウィンやね。ハロウィン。ハロウィン。お菓子負けね。はい。はい。あ、どっちに？どっちも前ねもん。まだくださいっていいねもん。ハッピーハロウィン。ハッピーハロウィン。前ね。はい。はい。はい。あるよまだ。はい。はい。やった。じいちゃんも。はい。一個ずつ取りな。かわいい。はい、はい、ありがとう。ありがとうございました。よっしゃー。あー、で、ほんとにちっちゃい子ってほんと癒しだよ。ハッピーハロウィン。あ、お菓子どうすか、お菓子どうすか。ここですかね。なんていうとこね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いいね、いいよ、幸先いいね。あ、また来た。あ、走ってる。ちょ、やっぱ補給いるよね。補給。ハッピーハロウィン。お菓子どうすか。あ、リンゴ食べてる。素晴らしい、リンゴ食べてる。いや、いいね、ちびっこって可愛いね、本当にいいね。男子としては泣かない。怖くないのかね。交際が少ないですよ。100円だから。あそこ、立ったら怖くない。怖くない。音楽のせいだよ、ワニマン。こんなに人いないんだっけ。いや、あ、やっぱピンポンだよ。自分から向くもん、行くもんだから、ハロウィンって。そうね、そうね。あっち、住宅街だから行く。行きましょう。行こう。完全地だよ、これ地だ。あのどうしたんすか。ケツから血出て。今転んだじゃん。転んだのよ。痛い。転んでこういったじゃん。こういったじゃん。痛い。多分俺こういって戻ろうとして体こうしたらさ、ガッツリガンってここケツの穴がここにぶっ刺さって穴から血出てる。これ多分穴だよ。穴の血だよねこれ。ちょっと、あ、もういい。血だこれ。血だよねこれ、絶対血だよ。映していいやつ。いや、つないで。ケツの血だから。もうすり抜かずに、ただケツをこけてケツから血出るやついるかね。ちょっと痛い。
たいけど、まあハロウィンだからハロウィン、こういうのを含めてハロウィンだから、ハロウィン血のり血のり